どうも、ラウチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。昨日、ダウンロードコンテンツ買いまして、アルセーヌたちを入手できるようになりました。で、一応レベル99まで全員上げたんですけども、思った。この、ダウンロードコンテンツのペルソナって、合体で入手することができないんですよ。ということは、レアスキルをつけることができない。最上位魔法とか、万能ハイブースター、あと、魔導の極意ね。魔導の極意すごくつけたかったんですけども、つけることができないんですよ。で、カルメンなんですけども、一番強い魔法は、アギライン、マハラギラインですね。まあ、プラスで、このメガブースターがついてるので、他のペルソナよりも強いっていう感じになってるんでしょうけども、なんかちょっと残念ですよね。で、今日は、カルメンと、ルシファー、どっちが火力あるのか、測っていきたいと思います。カルメンは、まあ、上位魔法の、マハラギライン、これで攻撃するんですけども、メガブースターがついてるので、火力が上がってます。でも、ルシファーの方は、インフェルノで攻撃ができて、魔導の極意がついてる。どっちの方が火力があるんでしょうか。ちょっとやってみます。それでは、刈り取るもので測ってみようと思います。刈り取るもののステータスは、ノーマル。何も上がってません。で、主人公は攻撃力のみ上げてますね。で、カルメンは、ステータス、魔力はマックスまで上げてます。ルシファーもマックスまで上げてるんで、カルメンもマックスまで上げてます。で、スキルで火炎ブースター、火炎ハイブースター、メガブースターとマルチブースターですね。この4つをつけてマハラギラインで攻撃をしてみます。ちなみに武器にも、魔導の才能化がついてますので、さらに 25% 上がってるっていう感じです。ではどれぐらいダメージ与えれるか行ってみましょう。 2274。 おお、まあまあまあ、これなりいきますね。あ、ちなみに難易度は一番低いです。一番低い難易度。では次、ルシファーいきましょう。それでは刈り取るものいきましょうか。ちょっと特性で、速度だけ下がってるんですけども、防御力は変わりありません。で、自分も攻撃力だけ上がってますね。うん、まあ、速度だから、まあダメージは変わりはないでしょう。で、ルシファーですけども、火炎ブースターと火炎ハイブースター、で、魔導の極意ですね。で、シングルブースターがついてます。で、インフェルノで攻撃してみます。もちろん武器には魔導の才能が入ってます。あれが 25% アップですね。では、行ってみましょうか。どれぐらい変わるんだい？3226。はい、ということで戻ってきました。今日はダウンロードコンテンツのペルソナとルシファー、どっちが火力があるのかを測ってみました。測ってみたところ、ルシファーの方が断然強いというのが分かりましたね。まあまあ、そうですかね。うん、やっぱりね、最上位魔法が使えるっていうのと、この魔導の極意だよね。これが強い。うん。まあ、ただこの魔導の極意はものすごくつけにくいんですけども、ついてしまえば、ルシファーの方が良さそうです。このね、インフェルドのね、スキルカードがあればいいんですけども、これ確か継承じゃないとつけれないと思うので、まあ、そこがちょっと残念ですね。まあまあ、これがつけれるようになったら、強すぎるっていうのもあるんでしょうね。うん。メガブースターもついて、極意もついてってなると、いや、それはさすがにやばすぎるか。うん。まあ、とりあえず、今回の検証結果は、ルシファーの方が強いということです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。